県は今日新たに五百五十四人の新型コロナウイルスの感染と二件のクラスター、一人の死亡を確認したと発表しました。県によりますと、新たに分かった感染者は入児を含む五百五十四人で、前の週の同じ曜日を五百十人下回りました。新たに二件のクラスターが認定され、田辺保健所管内の特別養護老人ホームと海南保健所管内の。 介護老人保健施設でそれぞれ五人以上の感染が確認されています。また岩佐保健所管内の八時最大の女性一人の死亡が確認され、亡くなった人は合わせて四百七十一人となりました。入院中は二百十六人、県基準の重症者は六十七人で、県内の累計の感染者は二十二万七千二百七十九人となっています。 一方、自ら検査し陽性者登録センターに登録した軽症などの人を合わせた感染者は472人で保健所管内別では和歌山市178人岩出62人橋本53人田辺50人海南39人岩里五房がそれぞれ33人新宮24人です。